こんにちは、つっちです。今回は、愛媛県、エリエールゴルフクラブ松山、インコースの10番ホール、レギュラーティーからピンまで363ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、大王製紙、エリエールレディスオープンが、2023年11月16日から11月19日まで開催されます。10番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショットほぼフラットでストレートなパー4、左サイドに崖が続くが右サイドが上りシャチなのでやや右サイドが狙い目。セカンドショットグリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていきましょう。グリーンの芝目、傾斜ともに右から左、ピンの右につけると下りの速いラインが残る。常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの10番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで363ヤード、ハンディキャップは10、まっすぐなミドルホール。難易度は18ホール中4位、平均スコアは 5.34、平均パット数は 2.0。客切りの人は 3-4-2 パットが無難です。インコースの10番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで363ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、ほぼフラットでストレートなパー4、左サイドに崖が続くが、右サイドが上りシャチなので、やや右サイドが狙い目。インコースの10番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。インコースの10番ホール、パー4、グリーンの芝目、傾斜ともに右から左、ピンの右につけると、下りの速いラインが残る。常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、愛媛県、エリエールゴルフクラブ松山、インコースの11番ホール、レギュラーティーからピンまで502ヤード、ロングホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、大王製紙、エリエールレディスオープンが、2023年11月16日から11月19日まで開催されます。11番ホールの、ドローン&、コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、第1打は、軽い打ち下ろしのパー5。左サイドには、OB ラインが迫っているが、右サイドが広いので、プレッシャーは少ない。セカンドショット、硬いフェアウェイに、落とせれば、ランが稼げて、2オン可能な地点まで運べる。サードショット、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。グリーンは、手前から奥に向かって速く、オーバーに注意。常に2パットを、頭に置きながら、プレーをしていきましょう。インコースの11番ホールは、パー5。レギュラーティーからピンまで502ヤード。ハンディキャップは4、まっすぐなロングホール。難易度は18ホール中5位、平均スコアは 6.31、平均パット数は 1.98。客切りの人は、4-2パットが無難です。インコースの11番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで502ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、第1打は、軽い打ち下ろしのパー5。左サイドには、OB ラインが迫っているが、右サイドが広いので、
プレッシャーは少ない。インコースの11番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、硬いフェアウェイに落とせれば、ランが稼げて、ツーオン可能な地点まで運べる。インコースの11番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。インコースの11番ホール、パー5、グリーンは、手前から奥に向かって速く、オーバーに注意。常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、愛媛県、エリエールゴルフクラブ松山、インコースの12番ホール、レギュラーティーからピンまで143ヤード、ショートホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、大王製紙、エリエールレディスオープンが、2023年11月16日から11月19日まで開催されます。12番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、グリーン手前のマウンド群が印象的な打ち下ろしのパー3。上空で風が回っているため、風のジャッジとクラブ選択が難しい。グリーンは3段で、最上段の左奥にピンがあるときは油断禁物だ。グリーン奥が高い3段グリーンで、左から右へのラインは速い。一番高い段にピンが切ってある場合は、無理に狙わず中段に乗せておく方が無難。インコースの12番ホールはパー3。レギュラーティーからピンまで143ヤード。ハンディキャップは16、谷越えのショートホール。難易度は18ホール中18位。平均スコアは 3.83。平均パット数は 1.99。100切りの人は1オン2パットのパー3チャンスです。インコースの12番ホール、パー3。レギュラーティーからピンまで143ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、グリーン手前のマウンド群が、印象的な打ち下ろしのパー3。上空で風が回っているため、風のジャッジとクラブ選択が難しい。グリーンは3段で、最上段の左奥にピンがあるときは、油断禁物だ。インコースの12番ホール、パー3、グリーン、奥が高い3段グリーンで、左から右へのラインは速い。一番高い段にピンが切ってある場合は、無理に狙わず中段に乗せておく方が無難。ゴルフ場の週間天気と今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温、降水量など基本情報だけではなく、プレーに役立つオリジナル天気予報も。風の強さと湿度、気温に応じたゴルフエンジョイ指数を1時間ごとにお知らせします。ゴルフ場のピンポイント天気予報をチェックし、今すぐゴルフ場予約、コンペ予約をしましょう。
次回は、インコースの13番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人は、チャンネル登録してお待ちください。